ちは、レコサポチャンネルです。今回もですね、弊社レコサポート、岐阜にある営業所の方からですね撮影していますので、よろしくお願いします。レコサポチャンネル。はい、じゃあ早速今回商品紹介はですね、結構良さげな感じですよね。カタログでいいというところのですね、11ページに、あります TC3L25、 これニューってついてるからまあ新しいんですけどね。じゃあ早速何からいこうかと思うんですけど、まあ、いつものようにちょっと大きさ感ですよね。まず奥行きが 500mm、 横幅が、取っ手は別で約690mm ぐらい、高さがですね、こちらですね、まあ、上にちょっとパッドが乗ってますんで、まあ、このクッションパッドを上面で 1010mm ですね。引き出しについてはですね、このように安全レバーがついていますので、飛び出し防止、地震とかで飛び出さないようにっていう、まあ、安全対策、まあ、こちらのレバーを押した後に引き出します。で、まあ、引き出し2種類ありますので、まず1種類目の大きさですね。でこちらに関して横が、565、奥行きが、415、深さが160ちょっとですね。はい、このサイズの引き出しが1、2、3、4、5段あって、その下に、深さが深めの、まあ、こちら奥行きは一緒なんで深さがですね、140mm ぐらい、ちょっとこの深さのある引き出しが2段と浅い引き出しが5段というシリーズになりますが、まあ、最近購入いただいたお客さんがですね、こういったことを言っていただけたんですね。そのお客さんはドイツのもう本当に高価な映像機材を、まあ、レンタルしている会社なんですけどね、そちらのお客さんが購入いただいて、まあ、彼はあのイギリス人なんですけれども、ジェイソン、彼がですね、これ良かったよと、え、どこが良かったんですかということに関してですね、こちらの引き出しはですね、まあ、例えば物を置いて閉める、閉めた時にこう優しく閉まる、まあ、そういった優しく閉まるってことで、そのガチャーンと閉まるとやっぱそういう精密な機材関係、まあ、ダメージがあったりする場合もあるんで、彼ジェイソンは非常にこれはいいよと、もう優しく閉まる、本当これが良かったと言ってくれました。まあ、映像機材で、まあ、東京でやられてる会社さんではありましたけども、他の商品いろいろ買っていただいて、非常にシューターも全般評価いただいて、まあ、また次も購入考えてるよって言っていただけたんですね。でそのうちの一つ、こちら商品も購入いただいて満足していただいてます。でですね、まあ、そのお客さんも、まあ、こういったアクセサリーを、まあ、こういったところに、まあ、引っ掛けて、いろいろここの面もですね、有効的に工具等を、まあ、こう整列させて取り付けられていましたんで、まあ、非常にいい使い方だなと思って私も見ていました。こちら写真、まあ、実際使っていただいているそのお客さん、現場の中で撮らさせてもらった実際の写真です。いい感じに使ってますよね。レコサポチャンネル。はい、こちらの台車のですね、耐荷重は400キロ、400キロの荷重に耐えられるということで、まあ、キャスターも普段よりワンサイズ大きめのキャスターで、まあ、今ブレーキかかってますが、ブレーキ解放もこの赤いレバーを押すとこのように解放して運べますということですね。まあ、やはり400キロというと耐えられるキャスターというのも、まあ、一つワンランク上のサイズになってきますけども、
あとまあこちら付属でついているパッド、まあ外しちゃってこの上で何かしたいよっていう人に関しては、まあこれ絶対必要かどうかっていうのはあるんですけども、まあ一応このパッドをこの上にまあ置きまして、まあ精密な測定器とか、まあ何かそういったものをまあちょっとこうクッションのある上に置いて衝撃がないようにまあ配慮しているというところと、このパターンがまあなんでこんなパターンなんだろうねって思ったりもすると思いますが、ベタっとこう面でその接するんではなく、その線的にこう接するので裏面に対して接する部分が少ないというところはまあいい場合もあるんですね、うん、なのでまあそういったところであえてこのパターンのまあ 上面天板に置くパッドが付属されています。あとですね、まあ、こちら開けていただけると、まあ、こういったまあ仕切りのまあこういったケースも付属していますので、まあそのケースでいろいろ仕分けて、まあ全引き出しついてるわけじゃないんで、限られた引き出しに関してはこういった付属がついてますね。はい。レコサポチャンネル。はい。今回シューター TC3L25 こちらのツールワゴン紹介しました。まあ毎回説明しますが、シューター50周年新工場も新しくでき、稼働もでき、まあ、台湾台中にありますが、で、まあ、そちらで商業的な、まあ、お店も入ってますし、シューター工場でありながらも多目的な工場としていろんな一般のお客さん、まあ、学校の生徒さんのとかですね、まあ、中にはバンジージャンプ、工場内にバンジージャンプができますね。バンジージャンプだとか、まあ、ロッククライミング的なそういった施設もありますので、まあ、そういう一般お客さんも訪れています。もし台湾に、ご旅行される機会がありましたら、またシューター工場も見学に行っていただければと思います。はい。でですね、まあシューター製品紹介継続してますが、まあ、毎回言うように、まあ、YouTube チャンネル登録したよ、コメントいただいてよかったよ、いろいろこういいこと悪いこと、まあ、どんどんこうコメントいただいて、まあ、チャンネル登録もいただければですね、今回企画の特別価格で、提供させてもらいますので、ぜひぜひこの機会によろしくお願いします。レコサポチャンネルでした。告知としましてですね、10月のですね、18日から21日の間でですね、カトロテックジャパン2023年、いろいろコロナ事情もありながら規模が縮小したりとかしてやってましたが、今回はもう今まで通りの規模感で、フォートメッセ名古屋の中の、まあ、新しい展示館での規模拡大した展示会になりますので、私どもそのフォートメッセ名古屋メガトロテックジャパンは2年おきに開催されるんですけど、毎回出ていますが、シューター製品とか、海外からの輸入商材も展示して、今回も出展しますので、詳しい内容はですね、メカトロテックジャパンで検索いただければ、確認していただけます。皆さん、秋にはなりますが、ぜひレコサポートのブースまでお越しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。週刊製品いっぱいな出展します。